ですけど、同じ曲でもアレンジをねこう変えてくるんですよ。最近なかなかチャリアスの2人も新曲出さずに昔の歌をこう自分たちで毎回作り直して出したりしてて、でもアレンジが全然違うの でまたこう新鮮やったりとか、そういう風にも聞こえてるんやと思うのをこう、ね、もうファンは体験できるの で僕もそれ昔からチャリアスのそのスタイルを知ってたので、自分の曲もあまり凝り固まったものではなくて、先ほどちょっとこの前 の番組で僕の自分の交差点っていう話をさせていただいた時に、ロックバンドが歌うロックバラードみたいなのを作りたくて作ったとちょっとお話ししたんですけど、実は交差点もうアレンジのちょっと別バージョンがありまして、前の会社の時にね、僕は初めて僕も飛行機怖いんで本当に飛行機に乗らないんですけど、会社員時代の時に社員旅行でサイパンに行きまして、入社してすぐぐらいに連れて行かれまして、でその時向こうでギター弾いてる外国のおっちゃんがおったんでちょっと貸してもらって、浜辺で弾いてたんですけど、そこで弾くのにちょっとこのロックバラードのなんかアレンジはないなと思ったので、なんか向こうに合うようなちょっとなんかこうなんか太陽が似合うようなアレンジにしたいなと思って、その場で即興でちょっとこう交差点っていうのを弾き直したというかね、アレンジをし直した曲がやつがありまして、ちょっと今日久しぶりに思い出したので、コードも違うんですよ。きっと素敵なことが起きる、朝の光の中で思う、靴ひもなら買ったばかりさ、昨日よりかっこいい色さ、向かうものでも去りゆくものでも触れ合う方交差点、君と迎えたさよならの意味さえわからないけど時は流れるっていう感じの曲で、アレンジを変えてみたんですけど、外人さんはねやっぱ日本語わからないので、なんとなくこうじっちゃかじっちゃかやってるのがおうおうって言って喜んでくれて、あとは先ほどさせていただいたちょっと 夢を見たけれども、これはちょっとねなんかこう夕日が似合うようなしっとりしたバージョンで弾かせてもらったりとか、なんかねその同じ曲なんですけどアレンジを変えたくなってくるんですよ。しかもギター一本なんで大したことはできないんですけど、ちょっと前にフォークジャンボリーみたいなやつにちょっと出させていただいた時はカバーだけで、しかもフォークだけの歌を歌うっていうようなテーマだったんですけど、僕あまりフォークソング知らなかったんで、ちょっとあの古いなという曲っていうカテゴリーでウィンクの愛が止まらないっていう曲が昔やったんですね。それをちょっと僕ギター一本で、しかも女性のやつを僕おっさん一人歌うっていう、それもこうちょっとアレンジを変えてみて、原曲はちょっとねギターで弾けないんですけど、ギター一本なんでこんな感じで